河合継之助慶応4年8月16日は、江戸時代末期の武士、越後長岡藩牧野家の家臣。継之助は、陽明、通称で、読みは、郷里の新潟県長岡市にある、河合継之助記念館は、次之助とするが、死没地である、福島県只見町の同盟施設は、継之助としている。忌名は秋吉。五は、総流屈。六高は百二十国。 妻は、菅。母親戦争の一部を成す北越戦争で、長岡藩側を主導したことで知られる。河井家の先祖は、大見是々藩本田氏の家臣だったという説と、神原郡、河井村出身の地侍という二つの説がある。本田氏家臣説では、是々藩主の娘が、初代越後長岡藩主、牧野忠明の着手、三成へと次ぐにあたり、 河合聖左衛門と中衛門の兄弟が長岡へ、帯同した。そして兄に40国、弟に25国が与えられ、そのまま牧の家の新参家臣となった。はじめに、兄、聖左衛門の家系は、その総領の義左衛門が近受目付と藩を進め大組入りした。母親戦争で重卒隊長であった河合平吉は、聖左衛門の分家筋に当たる。 弟の中右衛門は初め幽筆役となり、その後に軍部行となった。この間に家像が二回あり、大組入りして百国となり、河井金太夫家と呼ばれた。嗣之助のの河井家は、この中右衛門の次男、大右衛門真剣が、しむしる三十票二人縁を与えられ、法営四年に中古賞として召し出されたことにより、別家となったものである。つまり、河井家には、 生左衛門を初代とする本家、中衛門を初代とする文家、神剣を初代とする文家があった。河合嗣之助の祖である、神剣は当初三十票二人ぶちであった。その後、勘上党、新潟町部行を歴任し、物頭角にもなり、六高は百四十国となった。そして、そのうち百二十国の相続が認められ、百二十。 国取の家となったと推察される。ちなみに、神剣が軍部業であったことは、反省資料からは確認できない。三代目の大衛門秋久氏も、神剣と同じ役職を歴任した。継之のの父で、軍部業を務めた四代目の大衛門秋期の時、何らかの事情で二十国減らされ百二十国となったと、河井継之の伝にあるが、これは、 足高の喪失であって緑高そのものが、現地されたものではないと思われる。ちなみにこの秋木は風流人であったようで、両館とも信仰があった。以上のように、家中における、真剣系の河池の位置は、能力評価の高い役方の養殖を担当する、中堅どころの家柄であったと言える。また他の河池よりも立身したことで、河合諸家の中でも優位にあったと思われる。 こうした河池家の立場は、藩内や国内の情勢不安の中、つ之助が、慶応元年に、軍部業に抜擢されて、藩政改革を主導し、その後、役職を重ねるとともに、藩の実権者となっていくこととなった素地であったといえる。つ之助の祖父までの新潟町部業の就任期間については、新潟町部業天保7年までの歴代、新潟町部業を参照。なお、 河わを、武行閣の家柄であると説明するものがあるが、これは誤りである。まず第一に、長岡藩の価格に、武行閣という価格は存在しなかった。そして第二に、歴史学上は、地方の武行職と呼ぶこともある長武行や、軍武行などとは別に、長岡藩では、過労を補佐する役職として、武行職が存在し、藩政全般に重きをなし、時として、 下半の列にもなった。継之助は、中老となる前、公用人、軍武行、超武行検体となった後に、五武行閣下半に就任している。この武行閣に、河池家で登用されたのは、継之助が初であった。したがって、河池家を武行級の家柄であったとするのも誤りで、ある。加えて、武行と武行閣を混同する場合もあるが、厳密に言えば、武行閣は、 奉行同格を指し、奉行本職に就任したわけでない。ちなみに、長岡市市では、町奉行は、番頭兼務が原則なので、超奉行検体になった時点で継ぐの助は番頭に、就任した可能性が高い。河合継之の成果聖後は、河合継之の記念館となっている、河合継之のの母、帝と妻、菅、河合継之の屋敷跡にあった2本の松の木、豪の、 総流屈の由来とされる。文政十年、長岡城下の長町でダイエモンアキキと帝都の長男として生まれる。幼少の頃は、気性が激しくわん者で、負けず嫌いな性格であったと言われている。十二、三歳の頃、それぞれに師匠をつけられて、剣術や馬術などの武芸を学んだが、師匠の教える流儀や作法に従わないどころか、口答えし自分勝手にやったため、 ついには、師匠から始末に追えないと厄介払いされるほどであった。その後、藩校のストック間で儒学を学び始め、その際、渡航の高野松陰の影響で、陽明学に傾倒していった。天保13年に元服、秋吉を名乗る。神剣系の河井家の当主は元服すると代々、通称として大江門を世襲したが、河井嗣之助秋吉は元服後も陽明である。 継之助を通称として用いた。17歳の時、継之助は取り押さえて、大陽明を祭り、補ぎい国四人とすべきこと、すなわち藩を支える名神になることを誓う。その翌年、城下の火災により、継之助の家宅も消失したため、現在跡地のある家に移り住む。家営三年に、な野の家兵の妹、菅と結婚する。なお、な野の氏は、 安政の反省改革を主導した村松中次衛門の母方であり、武漢でも藩主氏し牧野忠君の付役に、なぎのやご左衛門が見えるので、姉婿、佐野よそ左え門同様にこの藩主側近一族との縁組がつ之助の出世にプラスに作用した可能性は高い。つ之助は青年時代から主に日本、中国の儒学者、哲学者の五六夜名、 清時代の葬儀書の類の本をよく写本した。また、読書法についても後に、宇どの段次郎とそのあり方について議論した際、多読を良しとする宇どのに対し、嗣之のは、精読を主張したという。こうした書物に対する姿勢は、後の遊学の際でも一貫していた。さらにこの時期には、小山良雲や花輪香の進三妻一之進、三島奥次郎といった、 同年代の若手藩士らと日夜意見を戦わせ、息を通じ合わせていた。このグループは、周囲からは、オケ党と呼ばれていたらしく、慶応期藩政改革の際には、村松忠春門や上田十兵衛らと共に次第に、養殖につき、継之のを中心とする改革推進派の主要メンバーとなった。開永5年の秋頃、継之のは、江戸に留学する。江戸にはすでに、 三島や小林小三郎らが、佐久間正山のもとに遊学に来ていた。継之助はまず、三島を仲介に、小賀金一郎の紹介で、斎藤節道の門をくぐった。また、同じ頃に正山の塾にも通い始めた。継之助は遊学中、三島や小林らと江戸の町を見物したり酒を飲んだりと、自適の日々を送った。当時、大阪の敵塾にいた小山は、 小林の手紙で、そんな三人の様子を知り、大変羨ましいと、長岡の知人への手紙の中で述べている。翌火 a 六年、嗣ぐのは、斎藤の元を去り、小賀の久高社に入門し、寄宿する。斎藤の塾を去ったのは、そこには自分を高める改心の書がなかったためと言われる。一方、正山の塾には、以前通い続け、口述の教えを受けていた。 ただし、継之のは、正山の人柄は好きではなかったらしく、後に、同伴の者に、佐久間先生は偉いことは偉いが、どうも腹に面白くないところがあると語ったという。久高社では講義はほとんど受けず、書庫で巡り合った、利たださだ講習を読みつつ、それを写本することに日々を費やした。そのため、継之のは、門人たちからは、偏狂、頃労な人物と思われた。同年、 ペリー率いるアメリカ海軍艦隊が日本に現れると、当時の江戸幕府老中であった藩主、牧野忠正は三頭を黒船の偵察に派遣する一方、家臣らに対し広く意見を求めた。それを受け、つ之助、三島、小林らはそれぞれ権限書を提出する。共に、反省改革を記した内容だったようだが、三島と小林はその内容が忠正の不評を解禁犯を、 命じられた。反対に、つ之助の権限は、藩主の目に留まることとなり、しむしる三十国を与えられて、おめつけ各表情方随役に任命され、規範を命じられた。そのため、利多笠田公衆全官を打ちしえ大事を認めてもらうと、つ之助は、久高社を去り、長岡へ戻った。藩政の刷新を起きとして規範した、つ之助であったが、 藩主独断での人事に反感を持った過労など、藩上総部の風当たりが強く、結局何もできないまま2ヶ月ほどで辞職する。この苦労なありに憤慨した継之のは藩主に対し、門抜断外の権限書を提出する。その後、特に何もないままの日々を過ごす。安政2年、忠政の生死、牧野忠近のお国入りにあたり、継之のは、慶子の講義を行うよう命じられる。 しかし、嗣ぐのは、己は、公爵などをするために学問をしたのではない。公爵をさせる入用があるなら、公爵士に頼むがよいとこれを跳ねのけたため、班長から、お叱りを受ける。この間、射撃の練習に打ち込んでその腕を上げる一方、三島と共に、大上遊歴した。安政五年、家徳を継いで、戸様銀未役になると、早速、宮地村での争いを解決へと導いた。 安政六年正月、つ之のは再び江戸に留学し、小賀金一郎の久高社に入る。そしてさらなる京成催眠の学を収めるため、備中松山藩の山田広告の教えを恋に、西国留学の旅に出る。はじめこそ、農民出身の山田を安五郎と通称で手紙に認めるなどの尊大な態度に出ていたつ之のも、 山田の原稿が一致した振る舞いと彼が進めた反省改革の成果を見て、すぐに態度を改めて深く浸水するようになる。山田の下で収容に励む間、佐賀藩、長崎、熊本藩も訪れ、知見を広める。反省に忙しい山田に代わり後に墓碑を書くことになる、三島中須が相手をする。翌年三月、松山を去って、江戸へ戻り、しばらく横浜に滞在した後、 長岡へ帰郷した。山田報告に譲ってもらった、大文成公前集に書いてもらった忠告を、佐久間正山と同じく結局守れなかった。文久二年、藩主、牧野忠鹿が京都諸子大になると、嗣之助も京都詰めを命じられ、翌文久三年の正月に上落する。嗣之助は忠鹿に諸子大辞任を進めるも、忠鹿はこれを承知しなかった。しかし、 4月下旬に、欧米に対する上位実行が決定されたのを、きっかけに、田だちも、辞意を決し、6月に認められると田だちは、江戸に戻る。だが9月、田だちは今度は、老中に任命される。そして、嗣之助は、紅用人に命じられ、江戸詰めとなると、田だちに、老中辞任を進言する。その際、辞任撤回の説得に訪れた、文家の日立笠間藩主。 牧の貞明を罵倒してしまい、結局この責任を取る形で、公用人を辞し、帰還した。しかしその後、慶応元年に戸様吟味役に再任されると、その3ヶ月後に軍武行に就任する。これ以後、嗣之助は反省改革に着手する。その後、町武行検体、武行閣下半と、どんどん出世し、その間、風紀粛清や、農政改革、 灌漑工事、平成改革などを実施した。藩主の治療を100国より少ないものは数をし、100国より多いものは現地することで門抜を平均化するとともに、軍政上の中央集権を目指した改革を藩主の信任のもとで継之のは断行した。エドワルドスネル河合継之のが、ファブルブラントから購入した書籍代金の受領書。 不評戦術書や地理に関する書籍などを購入している。慶応3年10月、徳川義信が大政奉還を行うと、中央政局の動きは一気に加速する。この義信の動きに対し、倒幕派は12月9日に王政復古の大号令を発し、幕府などを廃止する。一方、長岡藩では藩主、忠鹿は隠居して、牧野忠君が藩主となっていたが、 大政奉還の知らせを受けると、中君や、嗣之のらは、後部終戦のために上落する。そして、嗣之のは、藩主のなしろとして議定書へ出頭し、徳川氏を擁護する内容の権限書を提出する。しかし、それに対する反応は何もなかった。翌慶応4年に1月3日、とは、伏見において、藍津藩、桑名藩を中心とする。 旧幕府軍と新政府軍との間で戦闘が開始され、母親戦争が始まる。大阪を経営していた、嗣之助らは、旧幕府軍の敗退と吉信が江戸へ、密かに退いたのを知ると急ぎ江戸へ戻る。藩主らを先に長岡へ帰させると、嗣之助は江戸判定を処分して、家宝などをすべて売却。その金で、相場が暴落した米を買って、 エゾ地で開港されていた箱館へ運んで売り、また、新潟との河瀬佐暦にも目をつけ軍資金を増やした。同時に、イギリス人武器商人のウォーター、アメリカ人武器商人のスミス、ファブルブラント紹介、スネル兄弟などから、アームストロング砲、ガトリング砲、エンフィールド銃、スナイドル銃、シャープス銃などの最新兵器を購入し、カイロ長岡へ帰還した。特に、ガトリング砲は、 当時の日本には三門しか存在せずそのうち二門を長岡藩が所持していた。新政府軍が、道の区合図藩政党のため長岡にほど近いおじやに、迫ると、石州画廊の主座、稲垣平介、千宝家、牧内蔵介、伊香上級家臣の安田隆蔵、九里磯太夫、竹作之城、小島九馬衛門、花輪彦左衛門、毛利磯上門などが教順、非戦を主張した。 こうした中で継之助は教順派の拠点となっていた、藩ンストクカに、副新の鬼頭六左衛門に招待を与えて、監視させ、その動きを封じ込めた。その後に公選、教順をめぐる反論を抑えて、文老主義の影響を受けた独立と苦行を主張し、新政府軍との談判へ臨み、旧幕府軍と新政府軍の調停を行うことを、申し出ることとした。5月2日、 新政府軍官だった土佐藩の岩村誠一郎は、強順工作を仲介した終わり藩の紹介で、長岡藩の継之助とおじやの次元寺において、会談した。継之助があなた方が、真の官軍ならば強順してもよいが、倒幕と合図討伐の正当な理由は何か、旧幕府や合図を討伐すると言いながら本当は、私的な制裁や、権力奪取が目的なんだろう。 長岡領内への侵入と戦闘は断るといった。継之助の問いかけと正論に、岩村誠一郎が反論できずに談判が決裂した、北越戦争を描いた浮世絵。課題は、越後国上杉影勝家督総合戦であるが、時の政府に配慮して、上杉影勝、影虎の家督争いに固くして描いている。一応、西国規策。新潟県立図書館像。 長岡藩は表高7万4千国の小藩であったが、内高は約14万国と実態は中藩であった。長岡藩では反論が必ずしも統一されていなかったが、官軍に強順を主張していた世襲画狼主座の稲垣、茂光は交戦状態となる直前に出奔。世襲画狼次座の山本義人や着坂の三つは、修士継之助に協力した。 戦法三谷市、野瀬市、引田市は、官軍への開戦前には、強順を主張するも開戦決定後は判明に、従った。上級家臣の、こうした動きと藩主の絶対的信頼のもとに、継之助は、明日ともに、開戦の全権を掌握した。継之助の開戦時の序列は、過労上定軍事総督であった。北越母神戦争において、長岡藩は、 近代的な訓練と最新兵器の武装を施されており、継之助の巧みな傭兵により、開戦当初では新政府軍の大軍と互角に戦った。しかし絶対的な兵力に劣る長岡軍は徐々に押され始め、5月19日に長岡城を奪われた。この直後から長岡藩が命じた妊婦調達の撤回と米の払い下げを求めて大規模な世直し一揆が発生する。 5月20日に発生した吉田村、大田村をはじめ、牧村など両内全域に広がり一時は7000人規模となった。長岡藩は新政府軍と戦っていた部隊を吉田、牧方面に派遣して6月26日までにすべて鎮圧した。これによって長岡藩の兵力が減少したのみならず、妊婦動員も困難となり、つぐの助の長岡城奪還計画は大幅に遅れて、 結果的に、新政府軍に有利に働くことになる。嗣之のの命運をつかせたのは、実は新政府軍の兵器ではなく、領民の一揆による抵抗による国力と、作戦後期の一室であった。また、多くの領民が処罰され、長岡での嗣之助の評価を悪化させた一員にも、なった。その後、6月2日、今町の戦いを制して、逆襲に転じる。7月24日、 有刻、敵の意表を突く八丁置き渡し沼作戦を実施し、翌日に長岡城を辛くも奪還する。富山修造の証言によると、奇襲作戦の最中、新町口にて、河井継之助は左膝に流れ玉を受け重傷を負ってしまう。長岡郷土氏によると、新町口ではないところで将棋に腰掛けていたところを、西軍兵に狙撃された。 指揮官である継之助の負傷によって、長岡藩平の指揮能力や指揮は低下し、また陸路から進軍していた米沢藩平らも途中敵兵に阻まれ合流に遅れてしまった。これにより、奇襲によって浮き足立った新政府軍を米沢藩と共に猛追撃して大打撃を与えるという作戦は完遂できなかった。一方、 城を奪還され一旦後退した新政府軍であったが、すぐさま体制を立て直し反撃に出る。長岡藩にはもはやこの新政府軍の攻撃に耐えうる余力はなく、4日後の7月29日に長岡城は再び陥落、次の助らは合図へ向けて落ち延びた。これにより母親戦争を通じて、最も熾烈を極めたとされる北越戦争は、新政府軍の勝利に終わり、 以後、選挙区は合津戦争へと移っていく。後年、石原幹治は、陸軍大学校で継之助の戦術を研究した、卒業論文を執筆している。栄領寺墓地にある、河合継之助の墓重傷の継之助は一人で、歩けず、合津へ向けて八十里峠を越える際、八十里腰抜け節の、コス峠という辞長の句を読む。峠を越えて、合図半寮に入り、 た見村にて休息を取る。継之助はそこでた近の依頼で、会津若松より治療に来た松本良順の診察を受け、松本が持参してきた牛肉を平らげてみせる。しかし、この時すでに継之助の傷は、破傷風により手遅れな状態にあった。継之助も最後が近づきつつあるのを悟り、花わらに対し今後は、米沢藩ではなく出和尚内藩と行動を共にすべき。 ことや藩主制し英立花のフランスへの亡命など行動を託した。また富山修造には武士に取り上げようと考えていたが、近く身分制度がなくなる時代が来るから、これからは商人になれと伝えた。後に富山は、この、つ之助のことに従って、商人となり、日本の発展を担った有力実業家の一人として活躍した。つ之助は、松本の勧めもあり、 会津若松へ向けて、タダ村を出発し、8月12日に、塩沢村に到着する。塩沢村では、不安定な要態が続いた。15日の夜、つ之助は、重木の松蔵を呼ぶと、ねぎらいの言葉をかけるとともに、仮装の支度を命じた。翌16日の昼頃、ろ、之助は談笑した後、一と眠りつくとそのまま、既得状態に陥り、同日午後8時頃。 ただみ、塩沢村の医師、矢沢宗益宅にて死去した。去年42。なお、嗣之助すけ周園の場所である矢沢家は、昭和36年、ただみ川電源開発に伴いダム湖に水没する地にあったため、現在は、福島県ただみ町の河合嗣之助記念館内に移築されている。嗣之助の葬儀は、合図城下、建福寺にて行われた。 遺骨は新政府軍の合津城下新入寺に墓が暴かれることを思うばかり、松造によって合津のとある松の木の下、現、合津若松市剣福寺前小田山中腹に埋葬される。実際、新政府軍は城下の墓所に建てられたつ之助の仮墓から遺骨を持ち出そうとしたが、中身が砂石であったため、つ之助の生存を疑い恐怖したという。現在は、 臨済宗明神寺払い、宝山剣伏寺管理のもと、河井嗣之助一時埋葬地として同所に墓碑が、残されている。また、只見町塩沢の伊王寺にも村人が、ダビで残った、細骨を葬った墓がある。墓親戦争後、松蔵は遺骨を掘り出すと、長岡の河合家へ送り届けた。そして遺骨は、現在河合家の墓がある、栄鈴寺に、再び埋葬された。 しかしその後、嗣之助の破壊手は、彼の反省改革に反発する者や長岡を荒廃させた、張本人として恨む者たちによって何度も倒されたと伝わる。このように、戦争責任者として、つ之助を非難する言動は、つ之助の人物を称賛する声がある一方で、明治以後、現在に至るまで続いている。一方、河池は、 主導者であった嗣之助がすでに戦没していたため政府より地位等を厳ずる代わりに加盟断絶という処分を受けた。ただちはこれを憂い森玄三に死む知る百国を与えて嗣之助の家族を扶養させた。明治十六年に河井家は最高を許され森玄三の子茂劇を養子師として迎え入れたのであった。河井つ之助記念館が ただ見では前日のダム水没に伴う移転に合わせて1973年に開館したのに対して長岡ではその33年後の2006年であった。長岡で開館時から館長を務める郷土市屋の稲川昭夫は、嗣ぐのすけ嫌いだった自分を館長にしたのは、嗣ぐのすけに批判的な市民からの批判を抑えることを当時の市長が意図した可能性があると推測している。 河わ継之ぐのすの書さほど背は高くなかったが、飛び色の鋭い目を持ち、声が良かったという。徹底的な実利主義で、武士の必須である剣術に関しても、いざことある時に、すぐに役に立てば良いので型や流儀などどうでも良いという考え方であった。しかし読書に関しては別で、好きな本があると、その一文一文を彫るように書き写していたという。 物事の本質を素早く見抜く際に優れ、徳川幕府の崩壊を早くから予見していた。判明にたびたび背き、様々叱咤されたが、本人は当然の風にしていた。河池家は、本来ならば、過労になど慣れない家柄であったがすでに若い頃から、藩の過労らの凡庸さを見て、結果的に自分が過労になるしかないと公言して、はばからなかったという。 遊郭の禁止令を施行した際はそれまで遊郭の常連であったつ之助のことを揶揄し、かわいかわいと今朝まで思い今は愛想もつきのと歌われている。また、ゴミ壺という名前で知られる旅日記を残した。明治維新後、長岡の復興に尽力した米百票で知られる小林小三郎は親類である。小林の人物像が語られる時においてはつ之助は、 公戦的な人物として描かれることも少なくないが、薩長の応募を見かね、手紙の中で、核なる上は海戦もやむなしと海戦をしぶしぶ支持しており、必ずしも公戦的な人物ではなかったことが伺える。北越戦争においても、海戦は、藩としての自立を確保するための自衛的な意味合いが強かった。なお河わいつぐの助には、上記以外にも長岡市民によって伝承された。 様々な逸話がある。例えば、北越戦争で両手足を失ったが、果敢に戦ったとか、戦の時は、藩士に勢力をつけさせるよう、自分の飯をすべて分け与えていたなどという話である。玉よけにするため町人に畳を背負わせて、隊列の前方を歩かせた等の否定ないしは、批判的な逸話もある。しかしこれらは、史実として検証できる資料が残っていないため、 信憑性が低く、後世の作り話と思われる。継之助の行動や人となりを知り得る資料に関しては、書き以外にも、漢本、未漢本を問わずあるが、それらは、基本的に、母親戦争前後の長岡藩の動向について、記されたものであるので、ここではあえて外した。今泉卓次郎著。初版は明治十三年、白文館。昭和六年に、目黒書店から、 造庫開版。昭和55年及び平成8年には、昇山社から造庫版の再版が刊行。小三ツ縦約8センチメートル、横約17センチメートル。河井継ぐのスケジヒツの旅日記で、現存する唯一の辞書。安政6年6月7日から同年12月22日までの、最国遊有歴中のことを記す。 原本は現在、長岡市立中央図書館から、長岡市の河井継之助記念館に遺憾、展示されている。昭和13年には、新潟県立長岡中学校、和道会によって、また昭和49年には、安藤秀夫校中、五味壺、河井継之助日記東洋文庫257、として活字化もされている。昭和52年には、新潟日報事業者より、 渡辺周甲虫中付き切り箱入りの複製本が500部限定で制作されている。この他で河合津之助に直接関わる資料としては、四段改編、四大海速記録全44巻に収められている三妻正宏や大野右からの証言記録がある。河合津之助を扱った主な著書を挙げた。 幕末期の長岡藩関係の著書やビジネス系雑誌の記事などは含まない。また同一の著者に河合津之助について書かれた複数の著書がある場合には代表的な一冊のみを挙げた。河合津之助について考察した主な論文を挙げた。幕末期の長岡藩関係の論文などは含まない。過去に河合津之助を描いたテレビドラマがいくつか制作されている。 2006年10月6日から2007年4月6日までインターネットによる動画配信サイトギャオにて公開された日本の連続オリジナルアニメ作品である。全26話。河井津の之助役の声優は大西健バレで長岡藩の家老として藩を守るため闇のオークションにてガトリング砲を落札。オークションの際はハリオ原藩に護衛を任せていた。 北越戦争で足に傷を負い死亡。ありがとうございます。